キング、うん、知ってた？めっちゃ夢やこれ。これジェネレーションギャップやったやばい。俺サビ聞いたら分かるからってサビ来たけどあかん知らんってなってた。何も知らんやん。知らんの、まあ、ボカロ興味ないってことか。つまりもうそうやない、ボカロ好きやった時期もあったんやけど今もう VTuber しか知らんねん。歌ってた時にゆきおくんが産声を上げた。そうなんですよ。はあ、そう考えたらすごいね。20年前か。俺中学生やったぞ。14なんで中2とはね。そうだな。うん。小学生。だって兄弟3人で映画見に行ったもん。3人で見に行ったの。なんかよ。これな。なんかでもラティオスとかラティオス焦ないなやっぱ。もう今も。いやでもあいつ S110 もあんのにこだわりメガネ持ってさ流星群打つだけでクソなんよな。そう第4世代であいつのカバーしとったらもう何もできやんわってなってメガネ切り捨てるしかないね。 S110 で C103 じゃあかんやろっていう強すぎやねんって。しかもあの頃フェアリーおらんから絶対そうドラゴンの一個なと思ってた。めちゃくちゃいいわ。あのきつかったね。ラティオスマジ強かった。